どうだ。どうですか。よし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 。これでファイナルステージですか。サスケ、ファイナルステージ、いよいよファイナルステージ。前人未到の天の頂き、天空から振り下ろされた一本の糸、修復の綱か、それとも地獄。制限時間30秒。早い。いや、やり方、やり方。スタミナ残ってなくね。リズム調節ってどういうこと。何言ってんの、まあ、リズム調節って何。リズム調節って何よ。いや、いや、あのリズムちょ、いや、あの、いや、残念じゃなくて、いや、残念じゃなくて、見えない障壁に阻まれてしまいましたじゃなくて、いやいや、絶望よ。ちょっと待って、伸び縮みの、あ、しまった、間違えた。伸び縮みの、ちょっと待って、ステージセレクトで練習できんかったらやばいぞこれ。ちょっと一回落ちて、まあ、一回行ってみようか。ある程度鍛え、ある程度練習もしたいから、スタミナを残すやり方をちょっと練習したいなと思って、あんまり動かず、全然スタミナマジ残るな。スタミナマジ残るやんこれ。はいや、はや、いけてしまうんすよね。もういけちゃうんだよね。もう海外参戦組みたいな余裕ありますよこれ。練習プラスこの力が上がっていることによる相乗効果が素晴らしく出てます。スタミナマックスぐらいまで回復してる。めちゃめちゃ温存できてるやん。よし、ちょっとステージ頼む、ファイナル頼む。よし、出てる、よかったよかった。これも練習しないと話にならんもんね。こういうこと。いけてますこれ、リズム調節。いや、全然無理じゃない。え、3、え、何メーターいかなかのこれ。ちょっと待てよ、全然無理やぞ。合ってんのかな、合ってんのかな、不安やぞ。リズム調節の意味が分かんないんですよね。なるな、じゃあ一回俺左手何も使わずに右手だけでやってみます。それでどういう状況になるのか、何が違うのか、
このリズム調節を一切押さない場合どういうことなのか。今一切押してないです。このリズムが遅いっていうこと言ってんのか。上を押すとより速くなるかわりに難しくなるということが言いたいのか。こういうことか。あー、そういうことか。っていうことはやっぱ基本リズム調節はもう上オンリーでいいんじゃないか。要はその8ビートで駆け抜けろってことでしょ、ロックの世界で言うと。そういうこと言っとんじゃないか。上を押しまくって速くしろと。ほら来た。よし、わかった。今残り何秒ぐらいですか。やべえ。まあでも30秒あってこんだけ残してるのか。いけるな。にやりとにやりと。ちょ、もう一回練習させてください。もう一回練習。緊張する可能性があるから。考えてたこと当たってってたと思われるっすけどね。その代わりミスったら落ちるよってことですよ。早いとね。よしよし、オッケー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 。練習完了。あとはスタミナが残ってるかどうかや。よし行こう、行きましょう。さあ本番、サスケオリジナル。さあサスケであります。うっそうたる森に隠された禁断の遺跡のようなものが見えております。ついに決戦の地が姿を現した。魂の雄たけびを聞け、究極の肉体サバイバルサスケ。第一ステージ制限時間は60秒であります。今回ケインは8キロ減量。このためにちょっともたついたか。登ってよいしょ。オッケー、無言になるわ。まぁ、あ、ちょっともたつきましたけどもね。よーし、ステージ1は固くクリア。絶対これね、早くクリアした方がね、回復量多いんちゃうかなと思うんすよね。そんな気がするんすよね。30秒切っといた方がいいかもしれないですね、ファーストステージは。さあ第2ステージ、メタリックな獣道を突き進んでいくのであります。制限時間は50秒。そうでもねえな、回復するな。あー、イージーミス。うーわ、サスケあるあるやってもた。あー、サスケあるあるやってもた。レトロフリークの画面がサスケあるあるをやらかした。イージーミス。もう一回行こう。さあサスケ、ファーストステージ、もう古田さんも喋らないです。
のあの時はほら、ただスタミナはもうがっつり回復することが分かってきたから気持ち的にはすごい楽。30秒切り行きたいな、ここ。はいはい、一番難しいのはここやね。ファーストステージなんですよ。全部最高記録で行きたいな。いやもうリアリティすごいっすよ。そう、満身しちゃうんですよ。次のもうこっちはもうファイナルステージしか見てへんから、そればっかり練習してきてるでしょ。そこでの反り立つ壁ですよ。焦るのもあるし、まあ、今回反り立つ壁ないですけど、なんで今反り立つ壁のこと言ったか分かんないですけど、そこでの反り立つ壁やから危ない。満身がほらもうこんなもんなしもで、こんなもんなしもでほら、あーもうま、満身がもう服着て歩いとるねこれ。よっしゃ、よし、オッケー、オッケー、オッケー。あそこの最初の部分ね、ちょっとね、板のところ気をつけないといけない。あのね、要はちょっと落ちるときあるんですけど、下にあまりにも余裕がないと、そのスルって滑って落ちちゃうんですよ。上の方で滑っても基本的には大丈夫なんですけど、よし、さあ第2ステージ、地面に近いところは本当に気をつけないと。危ない、危ない、時間かかっております。ちょめっちゃ時間かかった。よし、パワーからのパワー、時間には余裕がある。よし、なんとかパワー、よし、パワーで。さあ第3ステージ、もう忘れてるよね。覚えてます？皆さん、僕は忘れてます。これや、もう忘れてるよね。最初は連打やったと思う。連打で走って、はい、シュン。うわ、もう不安やわ。とりあえず捕まっとくか。え、今の時やったんちゃうのこれ。ちゃう、ここや。よし、大丈夫、そい、よっしゃ。ふう、汗が出るぜ。休憩だ。もうケインの顔がもう普通に歪んでますわ。よっしゃ、よし。
よし、完全制覇までもう少し。これさ、あの能力上げる前やったら完全制覇とか絶対無理やで。上げる前提です。さあファイナルステージ、前人未到の天の頂です。あー、オッケー、8ビート刻んでいくからスタミナ少ねー。おい、リズムもっと上げてけって。嘘やろ、おい、リズムが上がらない、スタミナがなさすぎてリズムが。バカな、バカ、全然足りひん、スタミナが全然足りひん、バカな。もう結構上限ぐらいまで来てんのにな。もっと温存していかなきゃいけません、これ。嘘やろ、嘘やろ。第一はほぼもうマックスまで回復するんで、第一はほぼマックスまで回復するんで気にしなくていいですけど、第二で結構スタミナ使いすぎてんのかな。まあ、使ってるとしたら、あの最初の鉄板のところですかね。第3も当然使ってるんですけど、別日に撮れよな、収録よ、収録別日に撮ったらいいと思うんですけど、ね、よし、早い。あの2がステージ2が終わってからさ、その3に行った時にもうかなり少ないじゃないですか。あれではもう無理なんや。だから3の最後にもうめっちゃ体力置いとかんかったらあかんわけで、逆算するならば2終わりですよ。2終わりできっちり体力残しとかないとダメってことなんですよね。つまりはやっぱまず鉄板のところ、ここをいかにロスなくクリアできるか、ここむずいんすよ。下見ながら上を見る感じが、あ、 AB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 
パワー！よいしょ。よいしょ。どうどうどう、結構残った？どう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 。結構残したんじゃないかな。どう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 ですか。さあ頼む頼む、残っててくれ残っててくれ。最高記録ぐらいまで残ったかな。よし、まあまあ残ってる。
ここで乗るはず。1周目ここで伝わってコン、そしてコン、そして降りる。よし、そしてはい、ゆするゆする、すんするゆするゆする、そいゆする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 、そい。よし、乗る。よし、めっちゃ残ってんで。現実に見えてきたんじゃない？だってケインの顔がもうまだほらふてくされとるもん。今うわー、俺としたことが残り4秒なんかにビビりやがって。残り4秒なんかにビビんじゃねえ。くそー、ショックです。自分があんなことにビビったことがショック。あー、ダセー。そー、すごく上手に見えるんですが、いや、ここまでも紆余曲折ありましたよ。本当に難しいゲームです。初見殺しもたくさんありましたしね。ついにスタミナが200を超えてくる。お猿3人分ぐらいです、約。さっきも結局あんまりうまいこといかなかったから。あー、もうあかん、気がせくわー、せく、気がせく、ものすぐ気がせく。いや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 、これほんませくわ、めちゃくちゃ気がせくわ。して、はい、壁飛び移ってぶつかる寸前コン、はい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 、よし、オッケーオッケー。クリア率そんな高くないっすもんね。言うてやっぱ1とか2とかでいかれてまうもんな。全然クリア率高くないんすよね。回復しきってないし。頼むぞ、ここミスんなよマジで俺。よし、まあまあじゃない、まあ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 ですね、まあまあ。危なっ、
パワー、よし、パワー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 、よしよし、ふぅふぅ、緊張感がすげえ。早かったっすね、第2ステージ。ランク1位。さあ、どれぐらいスタミナ残ってる？よし、降りる、よし、オッケー、こうこう遅い、こう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 遅い、こう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 遅い、よし、よし、よし、はあ、焦んなよ。この時間がめっちゃ緊張するんです。この待ち時間が尋常やなく緊張するんです。よしよし、スタミナも約半分弱、白ゲージで一応残してる状態。これでどんだけ回復できるかっすね。よし、ついに来たぞ、ファイナルステージ。あー、緊張するな、めっちゃ緊張しますわ。こんなゲームで緊張したの久しぶりや。さあ、どれぐらい残ってる、頼むぞ。よし、ギア上げてけ。おいし、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 よし、よし、よし、もろたー、やったー、うわいただきに降り立つ。よっしゃー、やったー、サスケ完全制覇、やったー、パワー、やったー、むずかったー、マジで。いや、面白かった、やってよかった、これ、いや、最高っすね。でまだ克実さん出てこなかったっすけど、いやー、すごいゲームやったな。古舘伊知郎、なんでそこだけ漢字やの、まあ、ええけど、なんでそこだけ漢字やの。
みんなこのなんかオレンジっぽい字で書いてもらってるのにローマ字で。樋口牛尾さんも漢字や。いやー面白かったっす。はい、なんか筋肉番付他にもソフトありそうなので、まあまた見つけたらやってみようかな。はい、やってよかったということで、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。サスケの完全制覇でいいんやね、これ。完全制覇、あ、出た、完全制覇。あ、一応タイムとか出る、トータルタイム出るんかな。やったー、やりましたー。ついに前人未到の天空の頂に偉大な男が今立ちました。うわー、このランキングあるんや。この完全制覇のランキングあるんですね。まだやらそうとしてるやん、まだやらそうとしてるやん。まあまあいろいろあるんでしょう。もっともっとストイックに狙えみたいなことなんでしょうね。はい、ということで、サスケモードサスケオリジナルで、完全制覇までということで、皆さんありがとうございました。